Kingdom。アルゼンチン対ブラジル、このゲームをお送りいたします。解説は今日も風間彌弘さんです。風間さん、これからピッチに出てくるところなんですが、ドレッシングルームから出る時というのはどんな気持ちなんでしょうか？そうですね、これから自分たちの時間が始まる、全てを出し切れる場所、それがグラウンドですからね。本当に楽しみですよ。そうですね、本日の試合が行われるのはここジオバンニメッシーナです。今から70年ほど前に完成した当時は3万人収容の小さなスタジアムでした。さあ、両チームキャプテンを先頭に選手が入場してきます。両チームのメンバーが正面スタンドを前に一列に並んだところです。今日はピッチの上でも場内の観客席でも素敵な映像がたくさん楽しめるんじゃないかと思っています。アルゼンチン監督のコメントです。ファンは選手に力を与えてくれる存在だ。選手一人一人の働きを評価し、90分間我々を応援してくれると確信しているというふうに語っています。さて、風間さん、これから戦いが始まります。初めのプランはどういう形で入っていくのが望ましいでしょうか？どういう入り方をしてきますかね。90分を考えての戦い方をするでしょうけれどもね、どうしても勝たなければいけない試合ですから、慎重に行くでしょうね。そうですね、両チームのキャプテンが審判団とポイントスを行ったところです。今ホイッスルを吹きました。ファーストハーフが始まりました。エネルソン・フェレイラ、ジューベルト・シューバ、ルシオ、エメルソン・フェレイラ、ホッキ・ジュニオル、ロベルト・カルロス。アルゼンチン囲い込みに行きます。どちらが主導権を握るか、この試合の一番初めの山ですね。大きなポイントでしょうね。サレッティ、ジューベルト・シューバ、ボールを取り返しました。ベローン、後方から組み立て直します。ロベルト・アジャラ、アルメイダ、サムエル、ロベルト・アジャラ、キロガ、フィフティのボール、ホッキ・ジュニオル、ドリブルで上がっていきます。ルシオ、ホッキ・ジュニオル、エメルソン・フェレイラ、ホッキージュニオル、逆サイドに展開します。サムエ、センターの方向をしっかりとカットしています。ダイレクトでクリア。一旦外に逃げます。ブラジル今日1本目のコーナーキックです。ヘッドで跳ね返す。まだアタッキングエリアの中です。ゼロベルト、ゼロベルト、デルガードよくカバーしています。ここは大きくクリアです。メインスタンド側のタッチを割りました。
デルガド、デルガド、アイマー、アイマー、右に出すしかないでしょうか。後方に預けます。ブラジル高い位置から取り返しています。リバウド、アルメイダ、ボールを取り返しました。インターセプト、ハーフウェイラインあたりでカット。クレスポ、ハーフウェイラインあたりでカット。ゼロベルト、ブラジル、ここは時間をかけます。ホッキージュニオル、ルシオ、これはチャンスになりそうです。クレスポ、アルゼンチン、コーナーキックを取りました。アルゼンチン、今日初めてのコーナーキックです。ゆっくりと弧を描くボールを蹴りました。クリアボールは大きい。ブラジル、ひとまず外に出しました。完全に逃げてしまいましたね。今のはやっぱりどうしても言い訳に見えてしまいましたね。ロベルト・カルロス、クリアボールを拾います。アルゼンチン、ここは時間をかけます。ドリブルで上がっていきます。ナイスカット。ここからビルドアップ、カットした。ドリブルで持ち込む、ゴール前に上げる、ヘッドゴー。ブラジル先制しました。今は本当に小さなスペースしかありませんでしたけれども、そこに素晴らしいクロスを上げられる選手がいますから、ぴったりありましたね。本当そうですね。1点入りましたから、これから良いリズムになるんじゃないですか。アルゼンチン、逆に彼らはこれを逆に開き直る材料として思い切ってやってもらえれば全然問題ないと思いますよ。デルガド、アルメイダ、キリ・ゴンサーレス、アイマー、常に厳しいマークがついています。カフー、後方に預けます。後ろへ一旦戻します。ジューベルト・シウバ、リバウド、さてどう組み立てるでしょうか。アルメイダ、このボールをピックアップ、縦にボールを入れます。ハーフウェイラインあたりでカット。メインスタンド側のタッチを割りました。ラストパス、巧みなポストプレーです。タッチラインを割りました。タフー、後方から組み立て直します。エメルソン・フェレイラ、ボールに寄っていきます。センターへ、ナイスカット。右へ、サネッティ、ベローン、さてどう組み立てるでしょうか。クレスポ、カットされた。ロベルト・カルロス、ここは少し流れを落ち着かせます。中盤で取り返す。ロベルト・カルロス、ここはよく守っています。ボールを奪われてしまった。狙ってくる。ブラジル、ディフェンダーがブロックに入りました。よく守りましたね。ああ、いつもこうです。お粗末なシュートでした。この選手はゴール前に行けば行くほど冷静さを欠いてしまいますね。フォワードとして一番大事な部分を持っていないのかもしれません。普段の練習からしっかり自信をつけておかなくてはいけませんよね。おっしゃる通りですね。コーナーキック、いいボール、これは合いませんでした。ロベルト・アジャラ、こぼれ球を拾います。ハーフウェイラインあたりでカット。アルメイダ、ロングキックで一気に前線へとボールを運びます。
ジューベルト・シューバ、ルシオ、カフー、カフー、キープしています。さて、どう組み立てるでしょうか。中盤で取り返す、アイマー、彼にはマーカーが漏れなくついてきます。なかなかアタッキングエリアに入れません。中に切り込む、クレスポ、ここは大きくクリアです。もう一度全体を押し上げて、それぞれのマーク、それぞれのゾーンを確認してサッカーを始めるといいと思いますね。ジューベルト・シューバー、ボールの出どころがよく分かっています。サムエル、リバウド、ロスタイムに入りました。ロスタイムは4分です。サイドにパスを散らしています。サレッティ、ベローン、ハーフウェイラインあたりでカット、エメルソン・フェレイラ、リバウド、リバウド、いいボールでしたね。綺麗に首を振った、ゲット。ブラジルリードが広がっています。いや、いいシュートでしたね。マーカーに届かなくても彼には届くところがありますよね。アルゼンチン、キックオフです。さあ、1点を取り返しに動きます。キリ・ゴンサーレス、クロスを上げた、ジーダ、前に出る、キーパー完璧なポジショニングです。カットされた、しっかり狙ってますね。ロナウド、よくカバーしています。ジューベルト・シューバ、ロナウジーニョ、カフー、カフー、カットされた、いいディフェンスですね。サムエル、アルメイダ、ここでファーストハーフが終了しました。アルゼンチン、自分たちのプランをうまく遂行することができませんでしたね。笠山さん、自分たちがかなり相手の速いパス回しに苦しめられましたね。その間にフリーな選手が出てきてしまった。この辺をしっかり捕まえることが大事でしょうね。そしていい形でボールを奪って、少ないパスでゴールまで持っていきたいと、そういうことになるでしょうね。アルゼンチン、セカンドハーフの戦い方はどのようにしたらいいでしょうか。できるだけ早い時間に点を取って流れを変えたい。まだこの点差というのは十分ひっくり返りますね。ブラジルリードでファーストハーフを終えています。キックオフです。アルゼンチン、セカンドハーフが始まりました。さあ、ここからどういう風にシフトチェンジしていくでしょうか。アルゼンチン、ここは時間をかけます。ナイスカット、ロベルト・カルロス、ここからビルドアップ、カットされた、ベローン、縦のコースを切られています。さて、どう組み立てるでしょうか。ルシオ、ここは少し流れを落ち着かせます。アイマー、ベローン、ボールキープしています。カットされた、右へ展開します、左へ展開します。ロベルト・カルロス、ホッキジュニオ、マークはついていません。サラッティ、ボールの出所がよく分かっています。アルゼンチン、ボールを取り返しました。中盤で取り返す、ここからビルドアップ、ヒロガ、センターへ、ベローン、キロガ、キロガ、ロベルト・アジャラ、アルメイダ、
キリ・ゴンサーレス、キリ・ゴンサーレス、ナイスカット。ロナウド、アルゼンチン、高い位置から取り返しています。アルメイナ、縦のコースを切ります。ロベルト・カルロス、ボールをもらいに行きます。フィフティのボール、ハーフウェイラインあたりでカット、カットされた。アルメイナ、このボールをピックアップ、右サイドにボールを運びます。ここからビルドアップ。サレッティ、サレッティ、左のアウトサイドを使います。ロベルト・アジャラ、左サイドへ。さて、どう組み立てるでしょうか。中盤で取り返す。アルゼンチン、かなり分厚く守っています。速いクロス。ブラジル、さあここで選手の交代があります。エネルソン・フェレイラ、彼に代わって入ります。フラビオ・コンセーソン、フィールドインです。セカンドボールを拾います。キリ・ゴンサーレス、アイマール、アイマール、ずいぶん長い時間ボールを持ち続けています。右へ、アルメイダ、ロベルト・アチャラ、キロガ、ボールをインターセプト。ルシオ、カフー、ロナウジーニョ、フラビオ・コンセーソン、カットした。キリ・ゴンサーレス、ナイスカット、カットされた。アルメイダ、ボールを取り返しました。読まれましたね。ホッキジュニオ、ブラジル、ここは時間をかけます。一人で入っていきます。激しいチェックです。今はいいディフェンスしましたね。ペナルティーエリア内でじっくり対応しました。ロベルト・カルロス、ロベルト・カルロス、キープしています。ホッキジュニオ、ロナウジーニョ、フォローします。ハーフウェイラインあたりでカット。左サイドからドリブルで展開します。ここは一旦サイドを変えます。デルガド、いいカバーリング。アルゼンチン、これは通りません。インターセプトですね。ロナウジーニョ、これはミスキックでしょうか。中盤で取り返す。アルゼンチン、この時間でもチェイシングを怠りません。あとはもう時間との戦いになりましたね。センターに入れます。タッチを割ってスローイン。さあここで選手の交代があります。リバウド、アウトしました。投入です。カカ、この時間からの彼はきっといい働きをするでしょうね。フレッシュな選手がここで入ってくるとありがたいですね。ブラジル、最後の交代枠を使います。ロナウジーニョ、アルト、クレメルソン、フィールドインです。ブラジル、この交代は時間を潰すという意味が強いでしょうか。そうだと思いますね。マークはついていません。アルメイダ、サレッティ、ベローン、アルゼンチン、このボールはつながりませんでした。ロベルト・カルロス、センターに入れます。ブラジル、ボールキープで時間を使う作戦を選択しています。カットされた。アルゼンチン、深い位置からカウンターに行けるでしょうか。トー、プレー続行です。ファールは取りませんでした。ジューベルト・シューバー、勝負に行く。ベローン、ボールをインターセプト。
フラビオ・コンセイソン、ジューベルト・シウバ。ここは窮屈なところです。ロスタイムに入りました。ロスタイムは4分です。右のアウトサイドを使います。キロがタイトにマークに行きます。クレスポ、ベローン、どちらのボールになるでしょうか。カットされた、カットされた。ハーフエーラインあたりでカット、カバーします。カカ、ボールを取り返しました。高い位置から取り返しています。キリ・ゴンサーレス、クレベルソン、ホッキージュニオール、ルシオ、タフー。タイムアップです。アルゼンチン敗れました。風間さん、今日のゲームについて一言お願いします。力が同じくらいですからね。どうしても負けることを嫌がって同じような展開になってしまいましたね。内容は良くなかったですけど、勝負にこだわった試合、そういう言い方ができますね。アルゼンチン対ブラジル。